艦長の今の体温は36度8分、正常な範囲です。これ以上崩壊エネルギーに触れてはいけない。行こう。今のあなたじゃ何もできない。何もできない。行かないと。時間を稼ぐから早く行って。
逃げる奴らは獲物。お前が狩人だ。間際にはどうしたんだ。これまでの人生が走馬灯のように次々浮かんでくると、少女はそう聞いたことがあった。しかし彼女が見たのは一面の漆黒。私は崩壊獣の矛に貫かれたんじゃなかったの。少女は心の中で混乱する。逃げ惑い、泣き叫ぶことしかできない被害者たちのように、崩壊獣をただ見てることしかできず、刺され、踏みにじられ、殺されていく。どうしてまだ生きてるの。犯した罪が多すぎて運命による罰を避けられないから。
自分が律者人格を抑えられればまだ全てを挽回できると思っているから。それともこれはただの悪夢で、授業のチャイムが鳴れば何もかも元に戻ると幻想を抱いているから。彼女には知る由もなかった。テレサ、メイ先輩。お前を連れて帰ると、そうほざいていた。本当のお前をその目で見たとき、奴らはまだお前を隣に置き、今このとき、奴らにとってキアナという少女はもういない。お前を救う唯一の方法はお前自身を消すことだ。キアナちゃん、ごめんね。こうするしかなかったの。テレサ、メイ先輩、何あっ、この憎き顔を覚えてるか、キアナ。そいつはお前の信頼を裏に、学園ではお前に厳しく接してきた。お前はそれを奴の性分なんだと思っていたが、真実は違う。委員長、そんなに見つめられても。奴はお前を化け物だと思い、四六時中お前のことを監視し警戒して、挙句の果てにお前の生活を破壊し、お前を夫へと引き渡した。少し休ませてくれ。奴にとってお前はずっと獲物。ほら、お前またお前を狩ろう。じっと見てるんだ。おいらは引いてるんだ。彼女を信じてはダメ、キアナ。彼女の言葉に惑わされないで。実験体 K423、 ドナー細胞はカスラナ一族とシャニアテ一族の子孫のものであり、そこに第二律者の遺伝子を組み、今までの実験体同様胎児は成長したが、自発活動能力のない植物状態だった。しかし今回律者コアを移植した後、 K423 の脳波に規則的な波形が見られた。これってお前の誕生だ。ご飯を食べようぜ。いや、正確には私がこの世界へ。嘘だ。この愚かな人間どもが私たちの悲劇を作り出した。ヤッホー。奴らが神罰を。お前はただの器。人類が私を束縛するための牢獄だ。お前の名前も過去も全て作り出された嘘。お前のものじゃない。お前も私も被害者だ。それなら私と手を組んで、私たちを欺き、私たちの運命をもてあそんだ人類に復讐をしないか。そう、そのまま殺し続けろ。壊しつやほよかった。手遅れになる前に間に合いました。今こそあなたを黙らせる。ち、邪魔者めが。だがまあいい。お前はこの先もこいつを助け続けるのか。
彼女の感情がわかるわ。怒り、悲しみ、抑圧。お前の存在は日に日に弱まっている。私はただその時が訪れるのを気長に待てばいい。いつかこの体をすべて私のものにしてみせる。私、夢を見てた。あれは夢じゃない、キアナ。あなたは暴走しかけていたの。3ヶ月間、あなたはずっと私を拒んできた。あなたは沈黙を保ち、転々とさまよい歩き、私との対話を避けては、この私を幻覚だと思い込んでいた。でもキアナ、何もかもが夢だったなんて思ってはいけない。あなたの状態はとても危ういのだから、これ以上崩壊エネルギーに触れてはいけない。戦闘でバルキリーの力を使ってもいけない。いや、たとえ戦闘中であろうとなかろうとも。少しでも気が緩めば、律者の人格が再び優位になる。それに、私の力も弱まりつつある。あなたの今回はまだコントロールできた。けど、次はそううまくはいかない。空の律者が覚醒すれば、ここにいる罪なき人たちは皆殺しにされる。あなたに。気を配る。監視の間違いじゃないの。あんたはずっとそうしてきたじゃない。今まで私の近くで私を監視して、最後には私をオットーに引き渡した。私を裏切ったことを忘れたの？そんなことをした奴が、罪のない人たちのことを気にするの？ねえ、何か言ってよ！私は…あんたの任務はもう終わったよね。私の目の前から消えて、今すぐに！ごめん。もう離れることはできない。第八の神の鍵、都政の羽。その第ゼロ低角出力が、あなたと私の意識を永遠に結びつけた。何ですって？帰ろう、キアナ。学園長たちのところに。今は彼女たちだけがあなたを守れる。いや。辛いのは分かってる。でもそうしないと。どっか行って！私の頭の中から消えて！本当に取り返しのつかないことになったら、私も最悪。強行手段に出るしかない。三人で死ぬしかないのですね。どうか許してほしい、キアナ。少女はあてもなくさまよう。すべてから逃れられる場所を探して。しかしそんなことをしても無駄だと、自分の過去からは逃れられないと彼女は分かっていた。この世に生を受ける前から、自分がどんな人間となり、どのようなことをなすのか、それが運命というものだから。負荷に対する怒りは、今まで辿ってきた運命に対する無力さへの八つ当たりに過ぎない。なぜなら、
少女は自分の体に隠されているものの正体を分かっているから。12歳の時、彼女が初めて目覚め、周囲に甚大な被害と破壊をもたらした。あの時から少女は逃げ続けた。彼女を存在しないものだと、そう思い込むようにした。少女は同じところに留まることを怖がり、人に近づくことを恐れた。同じことが繰り返されるのではと恐怖した。彼女たちに出会うまでは、メイ先輩、ブローニャ、テレサ、それから、その出会いは少女に居場所を与え、この先もずっと彼女たちと一緒にいたいと、少女に甘い考えだった。少女がどこに逃げても、どうあがいても、彼女を待つ結末は同じだった。いつの間にか目の前にはネオンの光がちらつき、賑やかな声とともに食べ物の匂いが彼女の思考を、少女は小動物のように震える。そして彼女は思い出す。ここに留まってはいけない、人々を避けなければいけないと。しかしこの暖かい夜市に懐かしさを感じていた。かつての自分が彼女たちと幾度となく一緒に歩いた街と似ていたから。最後、足が体の命令に背き、火を追う蛾のように前へと歩を進める。自己紹介するわ。姫子先生。自己紹介するわ。私は村田姫子。今日からあなたたちの教官を務めるわ。あなたたちの入学は学園長自ら手配したものだけど、私は手加減しないからね。わかった？じゃあ、あなたたちの名前を教えて。私の名前は聞いたことがあるでしょ？キアナ・カスラナ。ライデン・メイです。姫子先生、よろしくお願いします。ドローニャ在地区です。今日からあなたたちには聖フレイヤ学園でバルキリーとしての訓練とテストを受けてもらうわ。はあ？テスト？あのね、おばさん、私みたいな百戦錬磨の生徒にはテストなしでバルキリー部隊へと編入させるべきじゃない？まず一つ、私のことは姫子先生と呼ぶように。二つ、あなたとメイを長空師の廃墟から救い出したとき、あなたは担架で運ばれてたわね。それがあなたの言う百戦錬磨なのかしら？あれはうっかりミスしただけ。私たちカスラナ一族は崩壊から人類を守る使命を背負ってきたんだよ。小さい頃からパパと一緒に崩壊獣を倒してきたんだから。お父さんに感謝しないとね。ちゃんと守ってくれたことに。もう、誰かに守ってもらう必要なんてないんだから。キアナちゃん、姫子先生に失礼よ。バカはバカですから、仕方ありません。戦闘の天才？それなら天才の凄さを私みたいな一般人にも教えてもらえないかしら。挟む余地もないほど、この一般人に少女は敗れた。
無駄な動きは一切せず、体験を振りかざす姿、そして少女の動きを的確に判断し、攻撃に転ずる技術。これが一般人の強さ。千回一万回と剣を振るい、訓練で鍛え上げられた平凡の強さだ。気がついた時には体験は少女の首筋に当てられていた。女性の教官は視線を下ろし、少女の目をじっと見つめる。ちゃんと覚えておきなさい。これが最初の授業よ。キアナ、何か考え事かしら？別に。そう？顔には悩んでますって書いてあるけど、子供に悩み事なんて似合わないわよ。おとなしく吐きなさい。いってたた、耳を引っ張らないで。もう子供じゃないんだから。12歳の時、クソパパが私を一人置いてった時、あれから自分に言い聞かせてるんだ。キアナ、あんたはもう子供じゃない。一人で生きられるようにならないとって。そういえば、もうすぐ父の日だったわね。バカでも感傷的になることがあるなんて思わなかったわ。あんたは私よりずっと幸せよ。あんたのお父さんは、早々に人生の辛さを理解させてくれたもの。私なんて、19歳になるまで未来はバラ色だってずっと信じてたわ。あの頃の私は、自分の人生には無限の可能性があって、それがうまくいかなくても、卒業後は父親の研究所で働こうと思ってた。崩壊エネルギーの応用に関する課題を、父親と一緒に研究すればいいってね。姫子おばさん、科学者になりたかったの？じゃあどうしてバルキリーになったの？実際の生活がそう思い通りにならなかったからよ。ごめん、聞かなきゃよかったね。真実を求め、私は全てを捨てたわ。そして天命のバルキリー部隊へと入ったの。当時の、でも、ある人に出会えたのよ。やりたいことをやりなさい。いつやっても遅くはない。一番大事なのは、スタートを切ることだって。彼女に、それで、私は彼女の舞台に入った。あの人ったら、いつも戦いが終わった後には、将来のことを私に話すの。引退したら園芸の先生になって、花を植えること。その人はその後、先生になったの？彼女はね、とある任務の最中に殉職したわ。それで舞台が解散した後、彼女の言葉を思い出して、この学園への移動願いを出したの。私がバルキリーになったのは、私のように父親を失う少女を作らないためだった。だけど実際は、たくさんの父親から娘を奪う行為なんじゃないかって、たまに思ってしまうわ。普通に働いて恋をして、結婚するはずだった女の子たちがバルキリーになる。彼女たち、そこまでする価値本当にあるのかしら？価値があるかはわからないけど、誰かがやらなきゃいけないことってあると思う。クソバ、何よそれ。でもね、キアナ、あなたのお父さんはあなたに大切なものを残してくれたわ。多分彼らがいなくなるのは、今私たちの周りにいる人を大切にさせるためなのかもしれないわね。
例えば姫子先生はキアナのことが大好きよバカキアナへの愛情を証明するために特別に1対1で訓練をしてあげようかしら。嫌だよ、もう放課後だよ、訓練は明日にしてよ。逃がさないわよ。放課後の特別訓練だと言っていたけど、あの日の先生はお酒の飲みすぎで剣すらまともに握れていなかった。最終的には少女が手厚く介護しながら酔っ払った先生を自室へと送り届けた。扉を閉じようとした瞬間、気のせいか眠る先生の顔が、あの未来はバラ色だと信じていた19歳の女の子に見えた。初めての実践任務に入る前にもう一度言うわ。目の前にいる敵を警戒する他に仲間の状態にも気を配ってちょうだい。いざという時に支援してくれる戦友だからじゃない、化け物になる可能性があるからよ。どのヴァルキリーもそういうリスクを背負っている。私たちは崩壊エネルギーを利用して強大な戦闘力を手に入れたけど、力に飲まれて理性を失って全てを破壊する化け物になる可能性もあるわ。ヴァルキリーとして戦うとき、そういった最悪な展開も覚悟しなければならない。いつか仲間が崩壊エネルギーに飲まれ暴走したら、迷わずその命を終わらせなさい。暴走したのが姫子先生でもそうしなきゃいけないの？そうよ、たとえそれが私だったとしても迷っちゃダメよ。暴走したヴァルキリーの命を守ろうとするとより多くの犠牲が出るわ。それがわからないというのなら戦場には行かせられない。わかった。もしいつか私も、もしもの話だけど、私が暴走したら姫子。そんなことはさせないわ。え？あなたたちの先生、そして隊長としてできる限りあなたたちを守り、危険な目には合わせない。何それ、ずるい。これが私のポリシーだから。さ、着陸の準備をしなさい。そろそろ任務が始まるわよ。しない崩壊に意識を奪われたら迷わず命を終わらせるって言ったよね。なのにどうして、どうしてあの時。
どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？人類はいつも同じ過ちを繰り返す。他者を救うため己が一切を犠牲にしても構わないのね。だがあいつは想像していなかったろう。その犠牲がお前の心に永遠に癒せない傷を残し、私が再び帰ってくる気、それこそお前が私から逃れられない理由。お前の気が緩むたびに、辛いことを思い出すたびに、私はより自由となり、お前のとどまる場所を廃墟へと変えてゆく。逃げる？どこへ逃げるというの？私はお前なのだから、キアナ。キアナ、あなたの力は暴走をしている。深呼吸して、冷静になって。どうして力を使わない、キアナ。ここで死にたいの？そんなに見つめられても代わりに任務を受けないぞ。かわいそうに、この逃げることしかできない臆病者よ。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？でも、どこに逃げるつもり？この世界に、お前の居場所なんてない。私がいるよ、キアナ。絶望にはまだ早い。往生際の悪い奴だ。何ぼーっとしてるんだ？お前が隠したあの神の鍵がお前にその力を与えているのか？現実でも精神世界でも失敗すると分かっているのに、お前は幾度となく私に挑んできた。その意地、人類に対して多少は敬意を払いたくなる。しかし、どうあがこうとも意味はない。こいつは初めから私がこの世界に戻るための器になる運命なのだから。その過去も名前もお前たち人類が神を束縛するために作り出した牢獄。お前が救おうとする相手は初めから幻影の存在に過ぎないのだから、彼女は全てを諦めた。お前の呼びかけにも答えはしないだろう。私は他人を信じたせいでたくさんの過ちを犯した。人間を信じることができなくなり、ただ自分の使命を果たすことだけを考えるようになった。それでも
もう一度意地を見せたい。特別な理由があるわけじゃなく、ただ彼女のために犠牲となったあの人を信じているから。少し休みますか。私一人の力だけではまだまだ足りない。姫子先生、お願いします。私と一緒に戦ってください。大したことありません。キアナ、あとはあなた次第。何を待っているの？姫子先生。分かった。この完璧じゃない世界を私の望み通りに変えてみせる。あなたは自分の意志で空の律者の力を抑えた。でももっと早く抑えられてたら、もしかしたら。キアナ、姫子先生が見たいのは
あなたが懺悔する姿じゃない。あの人が命がけで最後の授業をしたのはあなたを信じていたから、あなたが全てを変えられる存在だと信じていたから。分かってる。もう二度と過去の苦しみに溺れたりしない。姫子先生との約束を果たす。行こう。第二律者の人格は封印されたけど、再び目を覚ます可能性だってある。これから先まだまだ道は長い。やるべきことも数えきれないほどあるのだから。一回勝利しただけだよ。これから先道はまだまだ長いんだから。神経波形異常を検出。未知な感情変化だと思われます。